ガダルカナルはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の6番艦。本艦はアストローレーブ米として寄港し、1942年8月20日にアッコブマイナス62艦種変更、1943年6月5日に合衆国会議委員会の契約ゲワシントン州バンクーバーのカイザー像船所でガダルカナルとして、 アルビン・アイ・マルストロームジ人によって浸水した。1943年7月15日に区部マイナス60へと監首変更され、1943年9月25日にオレゴン州アストリアでダニエル・ V ・ギャラリー館長の指揮下収益した。成長訓練後ガダルカナルはサンディエホ機で飛行士の認証任務に従事し、1943年11月15日に 出港、パナマ運河を経由して、バージニア州ノーフォークに向かい12月3日に到着した。同地で、第22.3任務軍と、第21.12対戦任務軍の機関となり、護衛駆逐艦と共に1944年1月5日に出港、北、大西洋での対戦紹介任務に向かった。1月16日、搭載機が浮上して給油中の U ボート3隻を、 発見。これに、ロケット攻撃を行い、U-544 を撃沈した。カサブランカで補給後、任務軍は修理のため帰還の都に着き、2月16日にノーホークに帰島した。3月7日、ガダルカナルは護衛艦,艦艇と共に出港し、何事もなくカサブランカに到着した。3月30日に船団と共にカサブランカを出港、帰国の都に着く。 4月8日、マデーラ諸島北西で紹介中に、ドイツ潜水艦 U-515 を発見、任務軍は攻撃のため接近した。ガダルカナルの搭載機及びシャトレインフラハーティ、ピルスベリーポープは敵艦に対して、ロケットと爆雷による効果的な攻撃を予動し行った。4月9日の午後、U-515 は先行のコントロールが効かなくなり、浮上を余儀なくされる。 浮上と同時に U-515 はロケット弾を呼び砲撃を受けた。ガダルカナルからの F4 回ワイルドキャットは U ボートに機銃装車を加え U-515 艦長ベルナー編継少佐は艦の放棄を命じた。4月10日の夜、第22.3人務軍は再び U ボートを発見する。浮上した U-68 は アゾレス諸島南方300マイルの海上で月夜に照らされ、第22.3任務軍はこれに、ロケット弾及び爆雷での攻撃を行い撃沈した。戦団は4月26日無事ノーフォークに帰島した。ノーフォークで修理を行った後、護衛駆逐艦ジェンクスを加勢させた、ガダルカナルの第22.3任務軍は5月15日に、ハンプトンローズを出撃した。 はじめの2週間は獲物が全くなく任務軍は休養を行うためアフリカ大陸西岸部に移動することとなった。ガダルカナルと捕獲された U-5056 月4日第22.3任務軍はフランス領西アフリカ地域のブランコ岬から150マイル離れた洋上を航行していた。朝、ガダルカナルは定例の対戦哨戒機を発進させた。 すると、一機の TBM アベンジャーが小さな目標を確認した。この目標は、ギニア湾での80日間の作戦を終えて、ブレストに帰還する途中の u 5 0 5だった。アベンジャーからの報告を受けた第22.3任務軍は、護衛駆逐艦をガダルカナルの前方に出し、横陣で捜索を開始した。しばらくの後、シャトレインが海中の目標を探知し、 ヘッジホックで攻撃を開始したが、これはうまく行かなかった。シャトレインは、ガダルカナルの航空機を呼び寄せ、一機のワイルドキャットは、目印のための機銃操作を行った。シャトレインは二度目の攻撃に入り、爆雷を投下。これが有効だとなり、U-505 は深深度に沈下していき、重油を流出させた。U-505 は、 敵艦隊の真ん中に入り込んだことを悟り、さらに爆雷攻撃で危機的状況に陥ったため、浮上して降伏し上院の生命を助けた後、艦を自沈させることとした。シャトレインの資金に浮上した u 5 0 5はバルブを開いて上院を退避させた後に放棄されたが、動力を止めておらず体当たり攻撃を格作していると疑われた。シャトレインはこれに対して、 魚雷を一本発射したが、命中しなかった。ギャラリー艦長が待ち望んでいた展開がやってきた。ギャラリー艦長は、かねてからこのことがあるのを予期して、捕獲班を組織して、訓練を行っていたのである。やがて、アルバート・デビッド中尉が指揮する捕獲班が乗っている、ピルスベリーが到着し、捕獲班は動き回る U-500 号に飛び乗った。 捕獲班は二つのグループに分かれ、デビット注イラのグループはバルブを閉める作業に入り、他のグループは重要書類をすべてかき集めて確保した。U-505 は後部から沈みかかっていたものの、バルブが閉められた結果沈降は止まり、やがて司令塔には正常期が翻った。洋上に漂う U-505 乗員を救助して捕虜とした後、 第22.3人部軍は u 5 0 5を栄光するピルスベリーを取り囲むようにしてバミューダに向かった。バミューダまでは2500マイルもあったが、途中でタグボーと危なきが合流して u 5 0 5の栄光を引き継ぎ、第22.3人部軍は6月19日にバミューダに帰島した。u 5 0 5は1815年以来養生で、 アメリカ海軍によって捕獲された艦船となった。第22.3任務軍には主君部隊長が授けられた。U-505 の調査の結果、計り知れない価値があったと判断された。もっとも、ノルマンディ上陸作戦を2日後に控えた、この戦果は機密事項であり、第22.3任務軍の上院には観光令が敷かれ、U-505 捕獲が公になったのは、 戦争が終わってからのことであった。U-500 号は、戦時国際購入5例のキャンペーンに使用された後に、解体の危機に瀕したが、1954年に保存が決まり、現在は、シカゴ科学産業博物館で保存されている。ガダルカナルは6月22日に、ノーホークに到着し、短期間の停泊の後、7月15日から12月1日までに、 西部大西洋での3度の大戦相当作戦に参加した。12月1日からは、バミューダとキューバの間の海域で、イタリア潜水艦 R-9 を使用した大戦相当訓練に従事し、また12月15日から1945年2月13日まで、メイポートを拠点に、キューバ近海で空母艦3機の資格訓練に参加。ノーフォークにた 一旦祈後、3月15日には、メイポートに戻って、カリブ海での訓練公開を行った。その後は、ペンサコーラに展示、同地において4000名に、パイロットの資格を与えることに貢献した。任務終了後、ガダルカナルは、ノーホークに戻り、1946年7月15日に、退役した。ガダルカナルは、 大西洋予備役艦隊で保管中の1955年7月15日に、K、K-62、艦種変更され、1958年5月27日に、除籍された。その後1959年4月30日に、ニューヨークの融合入社にスクラップとして売却された。ガダルカナルは、第二次世界大戦の先行での三つの、従軍政章と一個の主君部隊章を受章した。 ありがとうございます。